解説付き画像はこちら南湖公園は福島県白川市にある都市公園である。日本最古の公園と言われており、1924年12月9日、国の史跡及び名称に指定されている。また、周囲は南古県立自然公園に指定されているほか、2010年3月25日に南古として農林水産省のため池百選に選定された。 日本の公園制度は、公園の公にもある通り1873年の大上官布告からであるが、南個が日本最古の公園と呼ばれるゆえんは、1801年、落王こと白川藩主、松平定信が造成した、この湖の地を身分の差を超え庶民がいえる、市民とも楽という思想を掲げ、レクリエーション地として開放した場所とし、それが、 今日まで現存しているためである。南湖の名は、李白の宿、南湖周水よる無縁からとも、白川小峰城の南に位置していたことから、名付けられたとも言われている。現在の南湖公園のあたりはもともと、大沼と呼ばれた湿地帯で、松平家が、藩主になる前の本岳の頃から多目的に、利用するための故障を施行してはいた。他には、松の木が密に分布し、 花々もその間に点在して、観葉植物の種類に富み、池の中には、当初があって、遊覧の地となっている。中根金作、日本の庭河原の書店によると、築造には、領内の人民を投入し、報奨を与え、区割りという請負いも導入し完成させたとし、報奨の中には、推理権もあったという。完成と前後して、松屋替で、桜を植えむし。 鈴虫を放ち茶室を作って、風流を楽しんだが、目的は新太を開発し潤いを持たせることにあったとしている。中根は景観の素晴らしさも指摘し、中央に弁天島があり、関山と那須連峰を従え、桜と新緑や紅葉の季節、何も趣があり、雪の降った後の眺めも良いと指摘する。変化に富んだ地勢や地形をも持った。 土地柄には環境を巧みに利用した策定が行われ、洗練された、庭園発達の素因となったとし、当時美しい京都の自然風景自体が春は、春で秋は、秋の眺めがあり、そしてそれぞれ特色があって、風景を眺めて、遊ぶのが最も好まれていたこと。映画物語の記事にも、自然風景を四季に分けて、庭に接し楽しむ様があり、これは、 極楽浄土の称号を考えており、船を浮かべ春は花を、秋は紅葉を眺めて、詩歌に楽しんだことが頷けるという。森治、日本史小百科庭園も、何個は定信がミニ州とともに楽しむために作った全風景地をそのまま取り込んだ大庭園で、関東以北における大名庭園としては、 海楽園と並び称されるとし、面積は35万平方メートルに及び、大区域を示その中に存在する地表を囲んで、松木に富むとともに展開する一帯の、風景的構成は誠に、平らかつ、有水そのものであるとしている。その池辺は、ボク草花などの種類も多く生じた数の小島が、点在し、池辺や島上には地底を立たせこれにより、 テミオの自然美に人工美を加えている点は実にに見て見事であるとしている。その湖面には鳥類が集まり、水中には魚が遊泳していて、自然を利用した日本各地の多くの庭園の中では最も恵まれているとする。中国の落葉名園記に載せられている湖園の風習を模写したものと見られるところがあって、日本庭園市場に 重要な意味を持つものとしている。秋田書店、日本の名帝百選によると、南湖の庭園は日本にある、地泉庭園の中で中で最も大きいものの一つで、この庭の存在が、日本の近代公園としての築造目的が、民衆の保険娯楽を持っていることのほか、人口による造園という手段をあまり用いない、自然本位の造園を指摘する。そして、落王は、 月山庭づり殿などに見る形式的造園を打破し、自然主義を唱えてここ、南古において実践。落王の策定を如実に伝える、時頃も小六という随筆が残されており、その中で、庭はただ地勢というものあり、海近きところはたとえ海だと、見ゆるに荒めども吹く風までも海の趣きはあるなり、石にも、海と山との違いあり、狭き庭庭ならばともあれ、 広くはその地性をで作るべし、もとより地性に、重負ばかりになり、我が心に、たくは、ことなく、地性ならば、庭を作るべしとしている。また何個はその名の通りっこのような地線を持つが地線と、言っても、大沼で、自然の谷に石を作り、地線の底には、粘土層を敷き詰めてあるという。したがって、普通の池とは違ってかなり水位が高い年。 満々と水を蓄えた景色は、訪れた人々におおらかにし、訪れた人々の心を撫でることを指摘。庭の中心位置干渉地としては、二木の丘と言われるところで、ここに、とも楽亭というあずま屋を拝するが、これは共に楽しむという民衆相互の勇敢を意味し、その意味では、水戸海楽園と、同じく階級超越を表すものであるが、この二木が丘に対して、 北岩橋には赤松の林を排している。この赤松の群生を通してみると、山和絵のように美しいことを指摘。また古城には、見陰した島の二島があるが、天乳島という、この平らな島は、中国落葉の湖縁の面向きを同じくし、松江から見た、新寺湖にも通じる、周遊は、もちろんのこと、魚釣りの遊歩にも最適であるとしている。 白川有機観光協会、歴史と観光で、高村三郎の著述においても、南湖の水深は、現在一番深いところで1メートルを少し、超えるほどだとしており、湖の定義は、水深4メートル以上なので、あくまで地線で湖とはされないが、200年も経って、いるので泥で深くはなっているかもしれないとしている。また、 湖を見下す長岡の松林の中に2軒ほどの面積しかない土の間には、かもいがあっても敷居がなく、当時偉人は敷居越しにひれ伏して、お目にかかったものであったが、ここでは、市民関係は一切抜きにして、領主も、百姓町人も同等ということで、敷居がないという。白川市、白川市教育委員会、史跡名称南古公園管理計画書においても、 南湖は貞信得意の築堤技法を用い、西方の那須山脈及び東南方の関山を、借景として、調和を図った、自然風庭園を作ったと指摘。古藩の松林には、吉野桜や嵐山の楓れを取り混ぜ、鏡山に茶室、友楽亭を建て庶民にも開放をしたとしている。貞信築造の庭園は、史実としては、江戸翼音他五庭園あるが、 南湖は現存する唯一のものとされる。また現存する施設であるラ月庵は官営7年頃、佐田信が、カローミワマに命じ、その屋敷内に作らせたという。設計はマテツキの父である、長尾戦争で、小風邸ラ月庵と称したが、文政6年に、松平や桑名天出に再し常磐しよに譲り、明治になり、 軍役所が保管し、大正13年神社境内に移されたとしている。構造は炭層火や武器で、二畳台、日中柱向き切れの茶室と四畳半の町合兼茶室からなり、茶室の出入り口は南側である。岡崎彩明修正日本の固定園によると、東西700メートル、南北300メートルに近い地線は、別名大沼、画名で、 関の渡ると呼ばれ、小中の小島が赤松で覆われる、小岩城の鏡山とティンを配した錦の丘の他には、千代松原を、はじめ十七景を取り巻かれた湖で、自然の沼の不完全な包みを気づきに直すとともに、周遊にも適するよう定信により、若干手入れされたに過ぎないとする。そして、市民協楽の建前から、 本来の貯水池だけでなくでレクリエーションの場として公開されたことは古岩に立つ何個開墾日の碑文からも明らかとしている現存する日本庭園中最も自然をそのまま利用したものといえ民衆公園的な発想という点でこの園はドイツのフォレストパルクミュンヘンのエングリッシャーガルテンを連想させるという佐藤正著 日本公園緑地発達史都市計画研究所でも、このように私園を開放したものでなく領地の、宗民のために新たに園地の築造をしたものである、ことを評価する。そして完成は、共和元年、前述の南湖碑には、文化元年8月の命があり、白川藩の住者広瀬店の千波の書とし、この池は、落王の命により春節し、 築造を開始して、水を蓄えたもので、これによって、考えため池とするとともに、民の遊楽修練の場に当てたことは碑文によるとする。そして1 7景は、湖の北部にティンを設けた最古の付近の継承17を選んだもので、17章しか火を立てている。その後、昭和13年8月に、地盤国有公園、白川町管理。 大正13年2月史跡名称地として内務省から指定を受けている。昭和16年1月に61.4ヘクタールが都市公園決定し、昭和23年10月に68.2ヘクタールが県立自然公園、水面16.7ヘクタールで住民遊楽干渉のための造成したことに加えて重要なる歴史的公園、定信が上手となった。 天明三年は有名な共作の年であったという。貞信は、創設に採取これによって、次のごとくを得るとした。一つに築堤による工事によって、貧民の救済。二つに用水を確保して、稲作の瓶を図る。三つにこの園によって市民が、協楽できる。四つに船を浮かべ三沢船を習う。五つに、水泳の術を習得する。すなわちこの地線で三竿船や、 水蓮の武器修練を考えていた。篠原治も著書、日本の水系、持続する僕の風景鹿島出版会で、このため池は、藩主貞信が、五徳の利を狙って、今の言葉で言えば、目的を持った、多目的の開発事業で一致と二に、考えようのため池築造、その水田からの収穫を学多として、藩校の運営に当てること、三と四は、 水無し藩白川の藩士の水蓮と創船のための水面の創出、その後が湖を市民協楽の地とすることであったと記している。そしてこの最後の死亡交渉の別を問わないとするという点を掲げて何個が日本最初の公園であるとされるのであるとした。 またダム建設がすなわち公園整備でもあり、おまけに湖面を使ってのレクリエーション活動までをも考えていたという、その実際を現在においてもこうした理念はよくとも、その実際はお粗末という例は多いと指摘している。さらに湖畔をめぐる随所にある東ずまや大名庭園の作法に従った中途半端な風の17系の石踏みとしている。水面には、 蓮が浮きその下には、純菜が見え、水を塞ぎ止めた、地を包みには、松が、並木となって連なり、後の行き先を差し示すよう植えられているという。南湖神社周辺にある、各食事所にて販売されている。南湖団子は、餅のように木根でついたものが基本。味付けは、基本的に、あずきあんとみたらしの2種類だが、 それぞれの店で若干風味が異なり、食べ比べて、好みの味を探すのも楽しみ方の一つである。近年は店舗により味噌、ずんだ、黒蜜きなこ、ごま、桜あんなどバリエーションが増えている。また、ご飯亭で販売している、そば団子も名物として知られている。他に、一部店舗ではご当地萌えキャラクターの小峰城のグッズを販売している。 周辺で飲食できる施設は、昭和の頃に作られた、観光地風な和食メインの食堂が大半であるが、以下のような施設もある。一般的な地上に生息する動植物に準ずる。水生植物として、水蓮、純菜、ひし、よし、ヒルモ、松も、ひらもなど、農業用水としても使用しているので浮草等の、水田でよく見られる水草も生息している。 魚類としてはフナコイタ鯉、ゴ、ブラックバス、ブルーギル、ライ魚、ナマズ、メダカなど、タニシア、ドブガイ、マシジミ、ザリガニ、ヌマエビ、サワガニなども生息している。鳥類としてアヒル、マガモ、カルガモ、カワウ、アオサギ、オシドリなど、周辺森林には、希少植物のアケボノシュスランの自生地があり、市民グループにより保護されている。しかし、 2013年の5月5日に何者かにより、実生地が荒らされ、アケボノシュスランが根こそぎ持ち去られているのが発見されている。犯行は同年同月4日から5日の間に行われたと地元市で報道されている。上記の通り釣りの対象魚が多いことから、白川市の代表的な釣りスポットの一つとなっており、シーズン中の休日は釣り人で賑わいを見せる。また、 子供を連れて水鳥にパンの耳などの餌を与えたりと市民の憩いの場となっている。ただし、南湖周辺には鳥インフルエンザ予防のために野鳥への餌付けを禁止する看板が立っている。なお、周辺の山林の一部の場所にはイノシシへの罠が仕掛けられていることへの注意を促す看板が表示されているところがあるので、山林を散策する場合は遊歩道から外れないよう。 注意すべきである。昭和の頃、南古の東側から当初にかけて橋を建設する計画があったが、文化庁に反対されて中断し、現在はその橋桁のみが、南古の水量が少なくなった時に姿を現している。中根も前景書で、以前関係者が、弁天島に橋を架け屋形船を浮かべることを考えたが、文化庁からの中止令が来たとする。 季節により桜の花や、水蓮の花、紅葉や、雪景色など美しい風景を楽しむことができ、それに魅了されたカメラマンが、思い思いの場所で撮影をしていることがある。都市公園、母園南湖県立自然公園南湖、農林水産省公式サイト、白川市南湖公園地区の取り組み希少手段抜かれる。白川、南湖公園、根こそぎ被害。ありがとうございます。